結局お前らどこのどいつだ。1年4組月島圭。先生は月島どう思う。やってると思いますけど。合格点を取っていても100点を目指さないって感じなんだよな月島は。イライラすんだよ無駄に熱いやつって。王様もさっきのチビ。月島いい性格の悪さしてるね。すごく頑張ってカラスノで一番の選手になったとして若干覇気に欠けるがクレバーなブロッカーの月島君。僕たちの方には俺が入るから。月島は相手を出し抜いた時にキッキするな。一日中むさ苦しい連中と顔つき合わせて何が楽しいの。たかが部活なんだからさ。こっちにもやり方があるから考えてるのは君だけじゃない。そういういかにも純粋でまっすぐな感じ。 20%